はい、どうもこんにちは、レイです。今日はね、歯学部生のアルバイトね、アルバイトどんなことやってるのかっていう話をまあちょっとして、まあそんなこと言う、まあ、だけやったら面白くないじゃないですか。だからちょっとそこを深掘りして、まあなんでそんな形になってるのかっていう話もちょっとまあしようかなと、思ってます。はい、では今日もよろしくお願いします。はい、はい、でまずね、まあ、僕はまあ国立大の、歯学部にまあまあ通ってるんですけど、私立の歯学部とかさ、医学部っていうのはまあまあ、まあ、言わずもがな、まあ、お金持ちしか行かないっていうのは分かるじゃないですかね。まあまあ親が医者とかね、そういうの、歯医者とかね、まあ、お金持ちなんでかって言ったら、まあ言わずもがなで、まああれですよ、学費がねめちゃくちゃ高いんですよ。まあ、6年間卒業するまでに3000万円から4000万円ぐらいかかるのかな。もう普通の家庭のね、一般家庭では絶対払えないような額なんですよね。だから、まあ、ある程度お金持てる裕福な家庭じゃないともう無理ね。そうなんですよ。まあそれ分かるじゃないですか。あ、そうかね。だから来てるのは、まあ、もうお金持ちはいいの子だけかね。でも国立大の歯学部、まあ僕なんですけど、まあもう、そうなんですよ。もうほぼお金持ちの家の子しかいない、マジで。これそうなんですよ。私じゃなくて国立やからさ、学費はですね年間50万なんですよね。めちゃくちゃ安いよね、私立に比べたら。まあまあで安いんですけど、なんていうのかな、お金持ちの子、家の子が多くて、まあ前もちょっとここの動画でちょっと言ってますけど、半分、約学年の半分は親が歯医者ね。そうなんですよ。だから歯医者さんの娘さん、息子さんね。でその半分、残りの半分の、まあ、半分ぐらい、つまり4分の1ぐらいは直接的には親が歯医者ではないけれども、親が医者とか、あとまあまあその家族とか親戚とか兄弟とかに歯医者がいるとか、そういうまあ何かしら医療に関係あるそのまあ家庭で育った子、お子さんね、まあ、そういう子が4分の1ぐらいね。で、まあ、あとは、まあ、その医療とは関係ないけれども、まあ、お金がある家ね、裕福な家、まあ経営をしているとかね、会社経営とか、まあ、なんかあるじゃないですか、まあ、そういう、何かの、まあ、まあ普通の、まあ、一般家庭ではない。で実際その一般家庭の子供さんは、どれぐらいかな、まあ、1割おれへんのちゃうかな、多分。そうなんですよ。だからなんていうのかな、国立やけどそのみんな綺麗な格好で学校来るんですよ。なんていうの、そのなんかどこでこうたんみたいな、わけのわからんスーパーの横で売ってるような、そんな変な服着てるのが一人もいないんですよ。めっちゃ綺麗な格好してみんな来るんで、それはだから、まあ、意外っちゃ意外やったかな、僕ね、また私だったら、まあ、分かるじゃないですか。でも意外にそうやんですよ、なんでそうなるんかっていうことを僕ちょっと考えたんですよ。なら前も、ちょっとまあここの動画とかで、まあ、言ってるんですけど、医学部ね、国立のね医学部に行く子っていうのは、まあ、基本的にまあ天才肌なんですよ。なんていうのかな、親がまあ一般家庭でも急にそのなんていうの、めちゃくちゃ頭いいから、まあ、医学部来るっていう子もいるんですけど、基本的にその歯学部っていうのは、天才肌の子はほぼいない。どっちかというとその、ね、努力型ね、前も言ったでしょ、努力型で、まあ、ちっちゃい頃からコツコツお勉強をしてきてね、まあ、後天的に、その、まあ、賢い、ね、その勉強する力を身につけたっていう子がもう大半なんですよ、ね、だからやっぱりさ、まあ、ちっちゃい頃から、まあ、受験校へね行ってたりとか、それからまあ塾ちっちゃい頃から行ってたりとか、あとまあまあそのまあ予備校とかにまあ行ってたりする子がほぼ全員やわ。そういう子で、だからやっぱりそういう風な、まあ、教育をに対してすごいお金をかけてもらえる、投資してもらえるような裕福な家庭じゃないと無理なんですよ、ね、だからそのまあまあ、歯学部国立やけど、来てるのはお金持ちの家の子っていうのは分かるでしょ、まあ、そういうことなんですよ、そう。じゃあ実際どんなあのアルバイトしてんのかなってね、結構まあまあ、まあ一番多い
のは飲食やな。飲食店、まあ居酒屋とか、まあそういうのまあまあ普通じゃないですか。まあまあまあ他の異業界に関わらず、いろんなこう他のが大学生っていうのでまあ大体知ってるじゃないですか。まあまあそういうところで働いてる子がまあまあいるよね。普通やなそんな。まあなんていうかな、もうあの子たちはお金持ちの家の子やからさ、別にそのお金困ってないよ。まあ言うたら仕送りも苦しさ親から、別にそのね必死になって働く必要ないから。そうだから、まあまあ小遣い稼ぎとまあ暇つぶしでやってるっていうのがまあまあ大半やわ。まあまあ飲食あるよね。まあ飲食、まあ最近飲食もちょっとさ、あのコロナのせいでさ、あの無理やからって言って、ウーバーイーツやってる子もいるわ。うんそうとか、なんやろな、まあよくあるのはまあ家庭教やね。家庭教はまあまあまあみんなさ、ある程度受験の勉強してきて、受験を突破してきてるから、まあある程度教えれるじゃないですかね。だからまあそれで教えるっていうね、まあ家庭教。まあそれに次いで、まあまあまあ塾校もそうやわね。塾校でまあ先生として子供に教えてあげるっていうね。うん、まあそうそういうのね。あと国立大はその大学側がさ、生徒にそのバイトを紹介してくれるんですよね。だからまあ学校がまあまああんま進めてるから、まあ全然危ないことはないんですよ。もう安全ね、絶対クリーンで安全なバイト、ただバイト代は安いよってね。そういうのあるんですけど、だ例えば何なんていうの、あ、図書館で、あのまあまあ図書館のそのまあなんていうの、あの待ち受けみたいなあれや、待ち受けっていうか、なんていう、受付、あそこで働いてみるね。あんなんとか、まあまあ明らかにさ大学が進めそうなね、そういうところで働いていこうもいるし、あと一番なるほどなって思えるのはあれですね、あの歯科医院でのバイトね。歯科医院でのバイトっていうのがあるんですよね。学年によってさ、その僕はさ、その1から4年生ぐらいまでの若い学年で行くのことってあんまり意味ないなって、まあ実際僕1年生と行ってたんですけど、バイトね、その歯科医院あんまり意味ないなと思ったんですよ。だってその何にもすることができないから、ほんまにそうやったらあかんやん、患者さんね見たらあかんから、何もすることないんですよ、はっきり言っても。だからもうなんていうの、あのまあ手伝いって言ってもさ、まあ片付けとかそんなしかできないし、だからあんまりやることはあんまないんで、ですけど5年生の時にさ、前もここでちょっと言ったけどさ、あの僕らはあの臨床実習に上がるための試験を受けないといけないんですよ。あの CBT っていうのと OSCE っていうあの試験があるんですけど、まあこの試験を受けると、まあ、ある程度なんていうの、そのまあ患者さんに対してできることがちょっと増えるんですよ。まあだから言うたらあれですよ、まあ分かりやすく言うと、あの車の仮免みたいな、仮免ね。だから歯科医師国家試験が、まあなんていうの、そのちゃんとしたそのさ免許センター行って取る、あの免許のそのね本試験やったとしたら仮免みたいな感じのやつでもらえるんですよね。でそれを持っとけば、それを受かれば、まあその歯科医院のバイトでもある程度できること、患者さんのね、あのまあ処置とかもある程度できるようになるんですよ。だからそれができるようになってから、行くのは意味あると思うんですよ僕、ね。だってさ、そのまあてのお金はその大してもらえないから、そのお金儲けのためにいいわけじゃなくて、その練習やね、練習のためにまあその歯科医院のバイトを行くっていうのは分かるんですよ。うん、5年生でそれ受けて、 CBT とか受けて、それでまあまあそのなんていうの、歯科医院のバイト行くのはまあまあ意味あると思うんですよ。うん、まあ、僕もまあそうやろうかなと思ってて、でまあまあ、バイトで行ったらさ、まあ、そのバイト先バイトで、まあ、親しく、させてもらっとけば、まあ、卒業のさ、資格取った後、そのなんていうの、そこで研修医として働くとか、ある種のまあコネを作るっていうことでね、そういうのもまあできるからさ、まあまあそれはいいかなとは僕思うんですけど、だからそんなにその他のさ大学生とそのほど変わらへんわマジで。ただそのなんていうの、医療系今特別そのコロナのせいでさ、接待を伴うなんていうの、そういう飲み屋さんとか、あ、キャバクラ、え、そういうところで働い、カラオケとかもそうか、それで働いちゃいけませんって言われお達しで出るんで、まあ、僕らは働いてダメです。まあ、他のさ大学生は別にそれ構わないのかも分かんないけど、医療系のね僕らはそれ入られてダメって言われてるんで、あ、そこはダメなんですよ今はね、やっぱりそこ厳しいから、うん、今日はね歯学部生のまあバイトアルバイト、クリーンなね、放送だったんじゃないですかこれ、
いつも悪口とか言ってるけどね、ほんまにもうヒヤヒヤしながらね、あのいつ教授に呼び出されるんやみたいな、怒られるんちゃうかと思いながらね、まあヒヤヒヤしながらいつも上げてるんですけど、動画今日はね、全然そんなことない、クリーンなね、あの内容で、あのね、こう胸を張って放送できるっていうね、はい、ということです。はい、では、また会いましょう。はい、失礼します。